こんにちは、アニマルタイムです。今回はですね、検証動画になります。オオトカゲの行動観察をね、見ていきたいと思います。やることなんですけど、今回はですね、こちらの大きい肉を1枚用意しました。これね、胸肉ですけど、1枚そのまんまね、用意して、これをオオトカゲの前にこう出して、セン君ですね、セン君の前にこう差し出して、どうやって食べるのかっていうのをね、見ていこうと思います。まあ、野生下ではね、飼育下のように食べれるサイズばっかりの餌をね、こう食べてるわけではないと思うんですよね。明らかに食べれないサイズの餌と出くわした時にどうやって食べるのかっていうのをね、今回は見ていきたいので、あげていきたいと思います。でね、今こうケージ見てもらうと、普段通りセン君とハンちゃんが同居してるんですよ。同居してて、ここに、1枚ね、でっかいの肉をバーンって置いちゃうと、やっぱり危険なことが予想されるので、取り合いとか噛みつきとかも予想されるので、今回は、まず最初にね、セン君だけを残して、一旦ハンちゃんには、退場してもらって、退場しますね、はい、自ら退場してくれますけどね、はい、ちょっと一旦待っててもらって、セン君にね、あー、やる気はなさそうですけどね、非常に可愛いですね。それでは早速、セン君にお肉をね、見せていきます。はい、どうですか、セン君。さあ、圧倒的に飲め込めないお肉ですけどね。さあ、とりあえず噛みつきました、いきました。どうやって食べていくのか。うわー、すごい。うわー、すごい。セン君、最近食事にムラなくね、どんなものでも食べようとしてくれるようになってきましたね、やっと。でかい。今までちょっとね、食べない餌っていうのがセン君多かったんですけど、最近ほんと何でも見せたら、まあ昆虫は食べないんですけどね、言ってくるようになりましたけどね。さあ、どうやって食べていくのか、ここからですね、ゆっくりと観察していきましょう。爪を使うか。さあ、どうする、セン君。食べれないね、大きいね。どうしようね、どうしようね、どうしようね。お、爪を使って口と一緒にビリビリと。これ先に皮の、あ、違うとこ噛みついた。さあ、どうする、どうするんだろう。多分ね、長期戦にはなってくると思いますね、明らかに。うわー、でもいいね、いい食いつきしてるよ。セン君、頑張れ、頑張れ、助けないよ。こっち見ても助けないよ。頑張れ、頑張れ。うわー、すごい。おおおお、皮をまずは剥ぐか。おー、切り裂くか。あ、ちょっと切り裂いた。ちょっと食べましたね。すげえ。やっぱり爪と歯がね、鋭いですからね。爬虫類ね、歯が普段あまり見えてないので、ないんじゃないかってね、こう思われがちですけど、相当鋭い細かい歯がセン君たちはね、いっぱいありますね。なので噛まれたらすぐにね、サクッと切れちゃいます。おい、迫力が出てきたんじゃないですか、セン君の食べ、うん、いけいけ、頑張れ。すげえすげえ、ちぎりながらちょっとずつ食べてますね。
食べてる食べてる。これちょっと見やすいところで。いけ、セカンド。おー、まあ、こんな感じでちょっとずつ食べていくんでしょうね。おー、爪で、ちょうどね、昨日爪切りしちゃって一番鋭い時じゃないですけど、うわー、裂けてってますね、肉が。これが人間の肉だったらどうでしょう。本気でね、こう裂こうと思えば簡単に裂けちゃいそうですね。しかも昨日ですからね、本当に爪切りしたての状態でこれだけ切れちゃってますからね。素晴らしい、かっこいいね、やっぱり。うおお、ちぎって食って、見ても手伝う本当になんかこっちをさ、チラチラ見てくる。このね、サイズの肉はね、天くんだったらね、めちゃめちゃ食べやすいサイズなんですよ。ちょうど大きすぎず小さすぎずでね。なんかほら見えるとこ、よいしょ、これもういらないか。いや、いいですね、これはね、こう、へい、もう皮をいくか。もうちょっとずつ食べてるね、素晴らしいね。ちょっとね、ゆったりと食べているので、ここで一旦ハンちゃん投入してみますか。2匹でどんな感じで食べていくのかね。やっぱり自然界で食べていても横取りってね、絶対あると思うんですよ。ゆっくりゆっくり食べてると絶対他の子が来ますからね。そういった場面を想定して、まあ怪我だけはねしないように、そこだけちょっと注意しながらハンちゃん投入してみます。はい、ハンちゃんレッツゴー。さあ、どうする。おー、あ、2匹の方がちぎり合っていいですかねおー、いいですね、引っ張り合えるから。この方がちぎれるけど、ちぎったものをただ捨ててるだけっていう。はんちゃんはんちゃんはんちゃんすごい。はんちゃんね、爪切りして、まあ、もうね1週間ぐらい経ってるからね、はんちゃんの方が爪はね鋭いかも。はんちゃんも重さで振り回されてんだけど、頑張れ頑張れ、噛み合わないようにだけね。せんくんね、せんくんちゃんとこう見てから噛むから偉いよね。はんちゃんどっちかっていうとさ、勢いでいくんだけどせんくんがずっと追いかけてるけど、せんくんちぎれたのもね結構落ちてんだよ。せんくん、おお
うおーすげえ。センゴ頑張れ。おろ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 、センゴが乗っかって。いいですね。はい、ちょっとねヒートアップしてきたので、次ハンチャンタイムしますか。センくんはね一旦出てもらって、さあハンちゃん一人で、いやもうじきねハンちゃんもね暖かくなってきたので健康診断がてら視床判別をねしてもらおうと思います。病院でエコー検査等をしてもらって、今後ねあのケージを作っていきたいんですけど、2匹一緒に飼うか別にするか迷っていて、もしねセンくんとハンちゃんがオス同士だったら、一緒に飼おうと思うんですけど、オスメスだったらもっとね性成熟して大きくなっていくまで別居させようかなと思ってて、なのでハンちゃんの雌雄が知りたいですね。まあセンくんはオスっていうのはもう確定しているので、ハンちゃんの方がね多分メスなんですけど、まあまあこういった感じで、徐々にちぎりながら食っていくのでしょうね。ということで、ある程度、行動観察見られましたので、細切りにしちゃって食べれるようにしてねあげていきますか。この辺切っちゃって、ちょっと栄養剤も添付したいので、あ、食べちゃう、それ食べちゃうの。今からちょっと栄養剤とかをかけたかったんだけど、栄養剤かけるのが先か食べられちゃうのが先か、これ全部は食べられないと思うけどね、さすがに2匹でも。今回かけたいのはこの2個だね、エレプラーゼと、ビタミン剤ですね。はい、結構淡白な餌ですからね、栄養価よくしていくために。センくんもじゃあ一緒に食べちゃって。あら、どうした、ハンちゃん詰まった。センくん食べちゃいな。おー、いいね。このレプラーゼがね非常にね腸内細菌ということで、腸の調子整えてくれるんでね、非常にいい便が出るようになります。これあのおすすめですよ、本当にレプラーゼはめちゃめちゃおすすめなんでね、もし下痢してるよとかいう子がねうちにいたらぜひ試してみてください、レプラーゼ。はい、食べちゃう。結構散らかってるね。いいね、いいね。センくんがね、どんどん食べてくれるの嬉しいね。もうハンちゃんもね、ずっとね、変わらず食べてくれてるので、嬉しいですけど。ちょっとね、こう動きを見せると、やっぱスイッチ入りますよね。なんだなんだなんだ、つって。はい、ということで、いかがだったでしょうか。この後もね、まあ、食べきれるだけ食べさせようかなと思うんですけど、でっかいお肉一枚をね、見た時に、いや僕も初めての試みだったので、どうやって食べるかなって本当に、疑問ではあったんですけど、ちょっとずつね、ちぎりながら食べるということで見れてよかったですね。ということで、今回の動画いいなと思ったら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。さあ。
いっぱいおためいっぱいおためよいしょせんくんいいね。よしよしよし、大きくなろうね。はい、ご視聴ありがとうございました。またねー。